平野紫仕様、ファンの心をわしづかみにする彼氏感溢れるカフェデート風ショットにファンもん絶。元、キングプリンスのメンバーであり、俳優としても活躍する平野仕様さんが、7月30日に自身のインスタグラムを更新しました。ファンを釘付けにするカフェデート風のショットを公開し、これにより SNS 上ではファンから大きな反響が起こっています。 彼の魅力的な笑顔やカジュアルな姿に彼氏感が強すぎるという賞賛の声が多数寄せられています。本記事では平野志耀さんの魅力的なショットについてファンの反応とともに詳しく探っていきます。夏の暑さにもかかわらず平野志耀さんは涼しげな表情でファンにメッセージを送っています。 白い T シャツにジーンズ、白いスニーカーといったカジュアルな装いで、レモネードを飲む姿や、パスタを前にした笑顔のショットなど、彼の日常的な姿がカフェデートを思わせるような雰囲気で綴られています。これにより、ファンたちは平野潮さんの彼氏感を存分に堪能し、悶絶しているようです。SNS 上では、 これらのショットに対して熱狂的なコメントが相次いでいます。彼の魅力的な笑顔やスタイリッシュなファッションに、彼氏感強すぎてキュンキュン、もうデートした気分。これはカフェで遭遇したらメロメロになる。本当に付き合ってるみたい。こんなにかっこいい人がいるなんて、平野さんの笑顔が見れて幸せ、といった反応が寄せられています。平野紫耀さんは、元、キングプリンス。 としての活動だけでなく、俳優としても多くの作品で演技力を発揮してきました。そのキャリアの中で培った魅力が、ファンにとって彼を特別な存在にしていることが伺えます。彼が日常的な姿をカメラに収め、ファンとの距離を近づける努力をすることで、さらなる共感を呼び起こしているようです。また、彼の人柄や性格も、 ファンの支持を受ける要因の一つでしょう。常にファンに対して温かいメッセージを発信し、気さくな態度で接する平野陽さんの姿勢に、ファンはますます引き込まれているようです。彼がファンを大切に思っている姿勢は、彼に対する愛情をさらに高める一因となっているようです。平野紫陽さんが SNS に投稿したカフェデート風のショットは、 ファンにとって心をわしづかみにする特別な瞬間となりました。彼の彼氏感溢れる姿はファンにとって夢のような存在であり熱狂的な指示を受けています。日常的な姿を見せることでファンとの距離を縮め、温かいメッセージと気さくな態度でファンに寄り添う彼の人柄もファンの心をつかむ要因となっているようです。 これからも平野耀さんの魅力的な姿に期待が高まります。